宮原さと子は、日本のフィギュアスケート選手。京都府京都市中京区出身。関西大学卒業。左利き。血液型は B 型。主な実績に、2018年ピョンチャンオリンピック個人戦4位。団体戦5位各入賞、2015年世界選手権2位。2018年世界選手権3位。2015年2016年。グランプリファイナル各2位。 2016年4、大陸選手権優勝、全日本フィギュアスケート選手権4連覇など。両親が医師という家庭に育った。両親の都合により、幼少期から7歳まで、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストンで生活していた。スケートを始めたのは4歳の時。両親に、やってみると言われて、滑ってみたら楽しかったから続けたとのこと。スケート教室には、 5歳の時から通い始めた。後に、京都に戻り、浜田義江コーチの下で指導を受けている。立命館小学校を経て、関西大学中等部に進学。2013年3月に同校を、また2016年2月13日には、関西大学高等部を、それぞれ卒業した。高校卒業時の論文は、五輪の魔物論。同年4月より、 関西大学文学部に入学。2017年4月、翌年のピョンチャン五輪を見据えて、競技に集中するため、在籍する関西大学を休学し、住宅メーカーの木下工務店などを参加とする、木下グループと食卓契約を結んだ。2018年2月のピョンチャンオリンピックをまたぐ、複数年契約の予定。日本オリンピック委員会。 2017から18年度選手強化キャンペーンのシンボルアスリート制度適用選手。2018年4月、関西大学2回生として復学。2019年に、木平理香選手と共に、後生はアンバサダー契約を締結。2021年3月、関西大学を卒業した。将来の夢はオリンピックで金メダルを取ること、スポーツ医員になること。趣味は料理、 読書、本気のウィンドウショッピング、長風呂。好きな食べ物は、パイナップルとチーズ。学力においては、中東部在学の頃は、外部の模擬試験でも、学年上位に入っていたほか、当時すでに英検2級を取得しており、海外遠征においても、通訳なしで対応できる。性格は科目で引っ込み事案であるが、うちに秘めた当時は熱いものを持っている。真面目で、 練習量も多く、黙々といつまでも練習するタイプである。学校が終わると、毎日まっすぐにリンクに向かい練習する。そのため、浜田義江コーチから、今まで指導した選手の中で一番ドリオク化であると評価されている。スタミナがあり、病気と怪我にも強い選手であると評されていた。2017年1月に、左股関節疲労骨折という大きな怪我を経験した時は、 国立スポーツ科学センターでのリハビリを経て、精神的にも大きく成長。だがその後も、怪我と体調不良がことごとく続き、ピョンチャン五輪前の2017年10月に、浜田コーチから宮原へ、焦らないで、5年後の2022年北京オリンピックを目指しましょうを声をかけるくらいほど絶望する状況だった。それでも2017年12月の全日本選手権で、 4連覇を達成。ピョンチャン五輪日本代表を決めた際に浜田コーチは、スケーティングしかできない状態でも、辛抱強くできることをずっとやり続ける凄さというのを見て、私も勉強になったと言われるまでになった。尊敬する人は、イタリアのカロリーナ・コストナー選手。2012年世界ジュニア選手権での宮原の演技。2011から2012シーズン。 初の ISU ジュニアグランプリシリーズとなる JGP バルティックハイにおいて自己ベスト162.20点を記録し JGP ファイナルで優勝したユリア・リブニツカヤに次ぐ2位となった11月27日青森県八戸市のテクノルアイスパークアライラで行われた全日本フィギュアジュニア選手権大会にジュニアとして初参戦し13歳8ヶ月で優勝した 得点は2004年に同大会で浅田真央が出した172.13点を超え172.17 17点を記録し2位に18.75点の差をつけ圧勝したショートでは3回プラス 3t を決めフリーでも3リットル Z プラス 3t を初めて成功させショートフリーともに今季初のノーミスの演技となった12月25日 大阪深真市の波和やドームで行われた第80回全日本フィギュアスケート選手権においてはショートプログラムではジャンプおよびステップでの点灯もあり15位と出遅れるもののフリーではほぼノーミスの演技で116.79点を記録し鈴木明子、浅田真央に次ぐ3位となり総合では6位となった2012年3月に ベラルーシのミンスクで行われた世界ジュニアフィギュアスケート選手権に代表として出場し4位に入賞した2012年ジュニアグランプリファイナルでの宮原の演技2012から2013シーズンアメリカのレイクプラシットにて開催された ISU ジュニアグランプリレイクプラシット大会においてショートフリーともに1位の成績でジュニアグランプリシリーズ初優勝を果たした トルコのイスタンブールで開催された ISU ジュニアグランプリボスポラス大会では3位入賞を果たし総合ランキング4位で12月にロシアの措置で開催されるジュニアグランプリファイナル進出を決めた西東京市で開催された全日本ジュニア選手権では2連覇を果たし自己の持つ大会記録をさらに更新したジュニアグランプリファイナルでは ショートでは3回転の連続ジャンプが単独ジャンプなるミスがあり5位であった。フリーは大きなミスもなく滑り切ったが、フリーも5位、総合で5位となった。札幌市で開催された全日本選手権において、ショートは回転不足を取られた意外ミスはなく3位となる。フリーは3路がダウングレードとなったが、その後は安定した滑りで、フリーも3位となり、 総合でも3位と全日本選手権での初めての表彰台となった。2013年3月にイタリアのミラノで行われた世界ジュニアフィギュアスケート選手権に代表として出場したが多くの回転不足判定のため7位となった。2013から2014シーズンシニアの ISU グランプリシリーズ初参戦となった2013年 NHK 杯では 一番滑走の SP で冷静に滑り切ったものの FS でミスが出てこい。2013年ロステレコム杯では FS で3リットル Z プラス 3T を決めたが、その後のジャンプに転倒などがある動いとなった。第82回全日本フィギュアスケート選手権では SP で3リットル Z プラス 3T をクリーンに着氷させ66.52点をマーク。FS でも 大きなミスはなかったが、他の選手が得点を伸ばしたため総合4位となり、ソチオリンピック代表選出は惜しくもならなかった。2014年4大陸フィギュアスケート選手権では、FS で3リットル Z プラス 3T をクリーンに着氷させるなどミスのない演技を見せ、FS 及びトータルスコアで自己最高得点をマークし、国際スケート連盟主催のシニアの大会で初の表彰台となる。 総合2位となった。2014から2015シーズン、2014年、CS ロンバルディア杯で優勝する。グランプリシリーズの2014年スケートカナダ及び2014年 NHK 杯は共に日本女子首位の3位だったが、2014年 GP ファイナル進出はならなかった。長野市で開催の第83回全日本フィギュアスケート選手権では SP2 位発進だったが、 FS でほぼ完璧な演技を披露し、SP で1位だった本郷理科に逆転して総合1位となり、初優勝を果たす。2015年4大陸フィギュアスケート選手権では、SP で自己ベストを更新し、トップに立ったが、FS ではジャンプミスが響いて得点が伸びず、結果2年連続の総合2位となる。2015年世界フィギュアスケート選手権では、SP、FS どもに、 自己ベストを更新し初出場で銀メダルを獲得した。初出場となった4月開催の国別対抗戦では SP でジャンプのミスがあり6位と出遅れるが FS では自己ベスト129.12位12を記録し3位となった。日本は銅メダルを獲得している。2015年グランプリファイナルショートプログラム2015から2016シーズン2015年キサス クラシックで優勝。グランプリシリーズの2015年スケートアメリカで3位、続く2015年 NHK 杯では SPFS ともに自己ベストを更新し、自身初、日本人3人目となる200点台をマークし優勝。その結果により、自身初となる GP ファイナル出場が決定する。初出場となったグランプリファイナルでは SP で4位。 自身初の140点台を出し FS で2位となり、総合2位で銀メダルを獲得した。全日本選手権では、樋口若葉、浅田真央などを抑え SP、FS ともにトップで2連覇を飾る。3度目の出場となった4大陸選手権では、SP、フリーともに自己ベストを更新し、シニアの主要国際大会で初優勝を果たした。2年連続の出場となった。 世界選手権では5位となる。2016から2017シーズン、2016年、キサスクラシックで前年に続き2年連続優勝。グランプリシリーズでは、スケートカナダでは3位、NHK 杯では2位と両大会でメダルを獲得し2年連続のグランプリファイナル。では、SPFS で自己ベストを出し、日本人女子歴代最高得点の総合を十八点三三。 で二度目の銀メダルを獲得した。全日本選手権では、SP、FS ともに首位を守り浅田真央以来の3連覇を達成した。ところが、翌2017年1月に全治4週間の左、股関節疲労骨折の診断を受け、2月に出場の決まっていた4大陸選手権と、冬季アジア大会の欠場を発表した。その後、世界選手権に向けて、 回復を待ち調整を進めたが、痛みが取り切れずに、同選手権も欠場した。3月下旬から4月までの1ヶ月間表情を離れ、国立スポーツ科学センターでのリハビリを行った。2017から2018シーズン、5月から表情練習を本格的に再開した。左足の捻挫や体調不良などがありながらも、左股関節の疲労骨折は順調な回復を見せた。 ただ、故障の原因ともなった骨密度低下の回復に時間がかかり、ジャンプ練習を再開した8月頃に、右股関節の骨座症を発症、再び表情を離れることを強いられた。1ヶ月後再び表情練習を再開するも、回復した左股関節の再発や、さらなる故障を危惧したため、予定していた。 ISU チャレンジャーシリーズのフィンランディア杯を欠場した。その間練習量を制限していた中で、負担の少ないスケーティング技術やスピン、表現力などを磨き続け、良好な検査結果を受けて10月からジャンプ練習を再開。11ヶ月ぶりの復帰戦となったグランプリシリーズ初戦の NHK 杯では、SPFS ともにミスが出て5位に、 満足のいく結果は残せなかったが、体調面では順調な回復ぶりに笑顔も見せた。2戦目のスケートアメリカでは、SP では、わずかなミスに止め1位、FS もほぼミスなくまとめ、自己ベストに迫る得点で1位となり初優勝を遂げた。グランプリシリーズの優勝は2015年の NHK 杯以来2年ぶりに止め、怪我からの完全復活を遂げた。またこの優勝で、 グランプリファイナル出場順位の7位となり、12月1日にエフゲニア・メドベージェワが故障で同大会を辞退したために繰り上がりで出場。SP はミスのない演技で3位、しかし FS では3つの3回転ジャンプで回転不足の判定を受け4位となった。総合では5位で3年連続の表彰台とはならなかったが、演技構成点では、 全体の3位と高い評価を受けた。続く全日本選手権では、SP は、わずかなミスにとどめ坂本香里に次ぐに FS では147.16という高得点を獲得して1位になり、総合得点でも全日本選手権女子、歴代最高得点の220超えの高得点で、優勝、浅田真央以来の全日本4連覇を達成するとともに、 ピョンチャンオリンピックの日本代表入りを決めた。オリンピック前哨戦とも言える4大陸選手権では、SP では、首位発進。しかし、FS では転倒などのミスが重なり3位と順位を、落とし2年ぶりの優勝とはならなかった。ピョンチャンオリンピックショートプログラム。ピョンチャンオリンピック団体戦の SP では、上位の中では、数少ないクリーンな演技を見せたが、 冒頭の三回転ルッツからのコンビネーションジャンプで2本とも回転不足判定を受け、4位と振るわず不安の残る結果となった。この判定をめぐって専門家からの指摘もあり、いくつもの疑問の声が湧き上がることとなった。個人戦、女子シングルの SP では懸念されていった冒頭のコンビネーションジャンプを10日、あまりの最終調整で克服。ジャンプ、スピン、 ステップなどすべての要素で加点を得る完璧な演技を見せ、75.94点を獲得し、自己ベストを更新。4位と、コースタートを切った。FS でも SP の勢いそのままに、マイナスの評価も一切なく完璧な演技を見せ、ガッツポーズ、三原舞の持つ日本女子フリー最高得点を塗り替える146.44点を獲得し、 総合でも自身の持つ日本女子の歴代最高得点を塗り替える222.38を叩き出す。惜しくも五輪メダル獲得まであと一歩届かなかったが、初出場のオリンピックで4位入賞の好成績を上げた。演技後、結果は悔しいがやれることはすべてできた。課題もまだあるが、次につながると思うとさらなる目標を見据えた。世界選手権では、 SP はステップと3つのスピンで全て最高評価のレベル4を獲得し、演技構成点でも全てにおいて9点台を叩き出し74.36点で3位につけた。フリーでは2つの連続ジャンプの回転不足とサルコージャンプの転倒などミスもあったが、高い演技構成点でカバーし、銅メダルを獲得、銀メダルを獲得した樋口若葉と共にダブル表彰台を飾った。 これにより、翌年埼玉市開催予定の世界選手権、女子シングル日本代表は3枠に復活した。2018-2019シーズン、初戦のキサス、クラシック大会では、ショート、フリーで、回転不足や転倒などのミスがあるものの大会自身3度目の優勝を果たす。続く、ジャパンオープンでは、チームジャパンとして優勝を飾るも、自身の得点は伸びず、 不本意な試合となった。グランプリシリーズ初戦スケートアメリカでは、SP では、すべての要素で加点を得る演技で73.86点を記録し、トップに立つ。FS もステップでのレベルの取りこぼしがあったものの、ノーミスの演技で145.85点を記録し、不利もトップ。総合でも219.71点で優勝。連覇を果たすとともに、 自身3度目のグランプリシリーズ優勝を達成した。SP、FS、総合のすべてで、新ルールでのパーソナルベストを記録し、課題の回転不足も克服した。続く、NHK 杯では、SP でパーソナルベストの76.08点を叩き出し2位につけるも、FS では、小さいミスが重なり、同門の木平理科選手に次ぐ2位となるも、 4年連続のファイナル進出を決めた。グランプリファイナルの SP では、コンビネーションジャンプが単独になるなどのミスがあり6位。FS でもジャンプの調子を取り戻せず6位となり、総合でも6位で不本意な結果となった。全日本選手権では SP で完璧な演技で首位に、立つも FS で3回転フリップが2回転になるミスがあり、坂本香織、木平理香に続く3位となり、 伊藤緑以来の5連覇とはならなかった。ババリアンオープンでは SP でわずかなミスもあり2位。FS ではいくつかミスも重なったが巻き返して優勝。世界選手権では SP でコンビネーションにわずかなミスが出て8位発進。FS は3連続ジャンプで最後にまさかのバランスを崩してをついてしまうたはガッツポーズが出る完璧な演技をし6位入賞した。 2019-2020シーズン自身のブログで、今シーズンの SP は、ブノワリ賞、振付アラ、タブラパーカッションソロ、エジプシャンディスコ、DJ ディッセフリーは、ローリー・ニコル、振付テーマオブ・シンドラースリスト、プレリュード・イン、C ・シー・シャープ・マイナー、ハティクバと発表する。メインコーチに、織田信成さんらを指導した、カナダ人のリー・バーケル氏が加わることが9月18日。 発表された。浜田義江コーチを含めた二人の指導を受ける。初戦となったキサスクラシックでは SP でノーミスの演技をし74.16点で1位発進。FS では回転不足などのミスが出たものの1位を守りきり204.30点で4回目の優勝を果たした。 グランプリシリーズ初戦の中国杯では SP で2つの3回転ジャンプで回転不足を取られたものの68.91点で2位発進となる。FS は再び3つの3回転ジャンプで回転不足を取られたものの高い演技構成点など表現力でカバーし142.27点のシーズンベストを記録。 トータルでもシーズンベストとなる211.18点で2位となった。続く、ロステレコム杯では、SP で冒頭のコンビネーションジャンプで、ルッツが2回転に抜けてしまい無得点となってしまう。ミスが響いて、リカバリーしたものの63.09点で6位と、出遅れる。巻き返しを図った FS では、3回転フリップで、 まさかの転倒に加えて5つのジャンプで回転不足が取られてしまい、得点は伸びず129.33点。トータルでは192.42.4位に沈み日本女子史上初となる5年連続のファイナル進出とはならなかった。全日本選手権では子供の優勝を狙うこととなった。SP では2つの3回転ジャンプで回転不足を取られるも70.11点で2位。 発進。しかし、FS では多くのジャンプで回転不足を取られたほか、3回転ジャンプでバランスを崩しそのまま転倒してしまい、スピンステップでも力を出し切れず121.32点となり、トータルは191.43点で4位となり、6年連続の表彰台を逃した。アクセルを除く5種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。ミスパーフェクトや、 TBS テレビの朝ちゃんでは、朝ちゃんファミリーとして、安心と信頼のともこさん、海外からは小柄な体格から、タイニークイーンなどの名を持つ。非常にジャンプ、スピン、ステップなどすべてのエレメンツで安定している選手である。スケートを始めた当時は逆回転のジャンプを飛んでいた。しかし逆回転のジャンプは、軸が曲がっていたため、帰国後に2年くらい時間をかけて、巡回転に強制した。 今でも逆回転のダブルジャンプもスピンもできる。左右両回転のコンビネーションスピンはもはや、宮原の代名詞となっており、大きな見せどころである。また、レイバックスピンは、レベル4、5、1.50という満点の加点がつくことが、たびたびあるほど評価が高い。ルッツジャンプの正確なアウトエッジの踏切は、ジョゼシュイナールに指導をしてもらった経緯がある。フリップについては、 アテンションやエラーの判定を受けることがある。コンビネーションジャンプは3回転ルッツマイナス3回転トーループ、2回転アクセル3回転トーループを飛ぶことができる。練習では2回転アクセル3回転ループ、3回転サルコーマイナス3回転トーループもやっており、ジュニア時代では3回転フリップ3回転トーループも飛んでいたことがある。 特に2回転アクセルマイナス3回転トーループはフリーで演技後半に2回入れていたシーズンもあり2016年4大陸選手権のフリーでは2つとも5位1.240の高い加点がついた2018年世界選手権を3回転アクセル3回転ルッツマイナス3回転ループの習得に意欲を見せている宮原は2013年世界ジュニアにおいて ショート及びフリーで実施した10回の3回転ジャンプのうち9回もの回転不足判定を受けた。得意としていた3回転、ルッツのエチエラー判定も含め、宮原のコーチでもある田村学徒は自身のブログ上でジャッジ批判を展開し物議を醸した。この判定の対象として2013年7月にイリアクーリックにジャンプの高さ改善のため指導を受けている。その後、 回転不足の判定は少なくなり、2015年のグランプリファイナルで初めて全ての回転が認められるに至った。2016から17シーズンの故障を経て、復帰後の2017から18シーズンは長期休養の影響もあり、スケートアメリカ以外の全ての大会で3回転、ルッツからのコンビネーションで回転不足判定を受けるなど課題が浮上した。大陸選手権を前に、 つま先着氷による回転不足判定を回避するため、中央で着氷するミッドフット着氷の習得に着手している。ピョンチャンゴリン個人戦直前に助走時の上半身の動きを修正すること、セカンドジャンプの直前にためを作ることで克服することに成功した。2018年5月、ルール改正に対応するため、ジスラン・ブリアンにジャンプ指導を仰ぎ、質の向上を目指している。 表現面においては、2013年9月のアルメニア強化合宿で、ステファン・ランビエールに指導を受け情熱の表現に磨きをかけた。また、2016年7月には、世界的なバレリーナである、吉田とに指導を受けた。シーズン中の演技構成点を向上させることに成功した。ステップでは、常時、声で高い加点を得るほど評価が高いが、2016年、 スケートカナダでリンクカバーの狭さからノーカウントによる無得点となるという競技会でも珍しい判定を受けたこともあった。2015年世界フィギュアスケート選手権銀メダル2015年、グランプリファイナル銀メダル2016年、グランプリファイナル銀メダル2018年世界、フィギュアスケート選手権銅メダル、その他競技会の結果、JSF 特別強化選手、JS 会強化選手、 AJS 界強化選手 BJOC オリンピック強化指定選手。ありがとうございます。